一番右の、反合蔵荷物車は確かトラストトレインの1両だったような気がするんですが、だいぶ荒れてますね。それからまあ残念なのが、山口線から移籍した山口号の12系は、再起できるんでしょうか。ちょっとやっぱり、だいぶ痛々しい感じになってきております。南海から来た、四扉のステンレスの電車、何系だったかな、6000系だったかな、今まさに準備中ですね。まだ運行開始してないようです。本日は2022年7月15日です。いいな、トーマスシリーズのバスの一員だと思うんですが、これ乗りたいな。いいな、古いロンドンバスって感じですね。丸っこいデザインがいいな。乗りたいです。